はい、50歳からの美顔アップ期となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はくぼみ目の方がアイシャドウをね、入れても私くぼんでて気になるんですっていうお声をいただいたので、今日はくぼみ目さんのこうグッと入ってるね目とまぶたがたるんでる方のアイシャドウの違いっていうのとテクニックをね、今日はご紹介していきたいと思います。では行ってみよう。はい、まずね、このくぼみ目っていうことは、私もちょっとね、こっちの目、目が悪いとこっちの方がね、ぐーっとくぼんできやすかったりとか、あとものすごく痩せてる方、脂肪がまぶたにつきにくい方っていうのは、逆にここにね、肉がね、なくなってどんどんこうぐーっと引っ込んできて、逆にね、眼球がちっちゃく見えて、目がちっちゃく見えてくるっていうタイプ、夏木マリさんとかね、そういうタイプですね。この細い、ただ個性的に仕上げるのにはとてもね、まぶたが、かぶってる方っていうのはそっちに憧れたりとかね、ないもの出たりもねしますので、まずね、自分の目が、どうやったらちょっと嫌じゃないのかなっていうことを考えていくんですよ。目がくぼみすぎてるんだったら膨張色だったりとかを使ってね、立体感をつけないで作っていくと、ね、目がふわっと見えて浮き出て見えるようにメイクになるし、逆にね、こうたるみ目でこの脂肪が乗っかってこういうたるんできてしまうタイプの目元っていうのは、逆に立体感がなくなってるから、立体感のあるメイクをねすると、ね、目が大きく見えたりっていうことで、自分がどっち側の目なのかっていうのをよく確認してください。こうぐーっとね、中にぐーっと入り込んで、ちょっとね、骨張って見える方っていうのは明るい色、膨張色、そういったものを使っていく。目がこうぎゅーっとたるんできたっていうのが気になる方はね、このホールラインだったりとか、この高いとこ低いところをしっかりこう触って、そこに光を当てたり、ね、鍵を当てたりっていうことでやっていかれるといいと思います。どっちにしろ老化の部分でそうなってきてしまうので、目の際の部分は締めてあげた方がとっても目はパッチリして見えます。なのでまずね、このくぼみ目さんの目っていうところのアイシャドウのね、使い方っていうので、今回ちょっと新しいアイテムでね、こちらの方レウロンのステイグレイズスティックっていうところで、こちらの方872番の色なんですけども、こういうね、練り物のペンシル状になってます。とてもね、耐久性が強いということで、崩れづらいと書いてあったので、こちらの方ね、ちょっとね、面白かったんですよ。ちゃんとぼかすチップもついてて、ね、こちらのこれを使ってやっていきたいと思うんですけども、色味的には流行ってるこうベージュ系ね、色が結構馴染む系です。はい、でちょっとね、明るい感じの色になってきますけども、まずこのタイプ、目をよく見てあげて、ね、こちらの方、このまま、出ていきます。で、この時に、もうね、横にぐーっと、こう立体感を描くんじゃなくて、全体的に横につけます。で、横につけたら、そのままぼかすこのチップの方ついてるもので、ね、この上の部分を、少しね、ぼかしていきます。で、この時にこの骨の上の部分まで少しこの部分色を上げていきます。ここの部分が目立ってきちゃうんですよ、目がくぼんでる方って。なのでこのホールラインのね、ちょっと外側にぐーっと色を持ってきてあげて、この骨の上の部分ね、骨の上の部分までちょっと色をぼかしてあげる。そこから目のね、下まで手入れてあげます。ね、こうフラットにしてあげる。普通の入れ方だとね、わかります？ここからちょっと丸くワイパー塗りしていくんですね。で、そこからこのホールラインに中にぼかし込んでいく感じ。そうすると平たい感じのね、目になるのと、こういう立体感になる感じっていうのがわかると思います。はい、なおかつちょっとね、普段こういう色、今はね、夏場に使ったら可愛いんですけど、こういうちょっとパステル調の色
ていうのもくぼんでる方には合います。でくぼんでた上になおかつくすんでいたらこういうねイエロー系のレモンイエロー系の色をねちょっと真ん中にちょっとねつけたらここからこのまんま上に上がっていく感じ、ね、こう動かしていく。いつものワイパー塗りではなくて横にスライドさせていく感じです。こんな感じ、わかります？うん、ね、立体感上げたいんだったらこの真ん中だけを光らせてあげてこういう感じに入れていくんですね。どうですか？はい、でそこからお手持ちの、ブラウンの濃い色、もうお手持ちで全然いいです、ね、濃い色をちょっとねこういう先っぽがスクエアになってるようなね筆を使っていただいたりとかチップでも構わないのでちょっと細く描けるもの、このよいしょちょこちょこ根元につけていってください。結構ね目がくぼんでる方っていうのは逆に脂肪がねついてないので描いた色がそのまんま目にね出てくると思うんですね。なのでここの部分をしっかりまつげとまつげの際に色を塗り込んでいって目をねちょっとくっきり見せたいんですよ。目の奥結構ね立体感って勝手にもうねあるので逆にね羨ましいわけですよ。なのでここをちょこちょこね動かしながら、ね、作っていきます。このくぼみ目さんの場合はアイライナーが落ちにくいはずなんですよ。落ちやすい方っていうのは脂肪がこう下にねこう押し下げていくので、ね、逆にこうどんどんこう下に色が落ちてきやすい形状になってるんですね。でもくぼみ目さんの場合は逆にここがぐっとくぼんでて見えて気になるだけでこのラインっていうのはそんなに下にね落ちにくくなってるのでこすらなければすごい大きくこすっちゃうとアイラインは落ちてきやすいので、ね、ここをちょっとねスタンプ押し、ね、スタンプみたいに押してちょっとずつ動かしていきます。目頭の部分もしっかりでまつげとまつげの間生えてない方は粘膜の部分のギリギリのラインっていうのがあると思うのでそこに向かってでこの時に少し下げてあげて引いてあげるとパンダちゃんになりにくいです。で私すごい描きましたって顔になるんですっていう方はこの粘膜のね部分の、ね、このギリギリのライン毛がこうねまつげが生えてくるギリギリのラインに一番濃い色が乗ってない場合が多いです。ちょっとね外れちゃってるここにね入れてあげる。で次にこのねここにポテンとね乗っかってくるようなまぶたの方っていうのは逆にアイラインがね一生懸命入れても目開けたら中に入っちゃうんですよ。だったら逆にこれちょっとルミコの筆ですけども少しねブラウンのこっちの方の色ねこっちの方の色を一回手にね取ってどのぐらいの色か確認した上で目を開けた時にねこの下のねラインよりこう上にこういう感じに入ってたいんですよ。ありますか？このアンダーラインの部分の、ね、延長線上に見えるようなアイシャドウの付け方をやっていただきたい、ね、なのでまず際の部分からちょっとずつ外側ずつこれが慣れてない時はガバッと入れちゃうとねぼかしちゃうと、ね、こうパンダみたいになんか目がね逆に垂れて見えちゃうので目を開けた時に、ね、このラインがこう入ってくるように入れたいんです。なので少しまつげの際の部分からちょっとずつ、ね、全体に斜めに入れて目を開けてあげるわけです。あります？そしたらこういう感じの延長線上に色が乗っかってきますよね。斜めに使っていくわけです。
そしたらこの部分で色が見えてきたなと思ったら、ね、ちょっとこういう少しくの字に入っていくような感じ。ここのねラインが分かるようになるとリキッドアイライナーを難しく考えなくても綺麗にスッと、ね、引けるようになるんですけども、この出た時にこう上に上がるっていうラインが分かんないまんまアイラインだけをうまく引けないってなっちゃうと難しくなってきちゃうので、まずねアイシャドウで少し目が大きく見える方法っていうのをやってあげるだけで、このたるみ目さんっていうのは目が引き上がって見えるしね、くぼみ目さんっていう方は、ね、すごく明るい色をペールトーンとか明るい色をこのフラットにのせた状態でこのラインだけで効かせていくってやってあげると、とってもねアイメイク的には自分の悩んでる感じにはならないと思うので、ぜひやってみてくださいね。全然違うくないですか、こんな感じ。皆さん頑張ってみてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタン押していただけると嬉しいです。本日も特別クリスマス企画ということで、ビューティーメンバーズの方はアイライナーのねちょっと30分だけの、ね、プチセミナーをやっております。皆さん気になる方は、概要欄に書いておくので、気になる方はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。